はい、ブラストラック2018-19ニューモデル紹介をします。今日は岩竹スノーフィールドさんに来てます。今日もなんですけど、ちょっと助っ人をお呼びしました。女の子、あ、綺麗な女性の方に、はい、来ていただいて、どうぞ。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。なんて呼べますか。夏子です。夏子さん、はい、よろしくお願いします。今日ね、ちょうどニューモデルのブレイザーライト2017-18モデルにあるブレイザーツアーの、もう少しこうスマートにしたというか、細くなったモデルが新しく出ますので、そちら結構女性の方にもね、おすすめしたいモデルなんで、今日は夏子さんにガンガン乗ってもらって、はい、まあ、インプレッションしてね、コメントとかちょっといただきたいなと思います。はい、夏子さん、はい、今日乗ってもらうのは、その持ってもらってるブレイザーライトっていう、はいはい、モデルです。新しく出るんですけど、センターが88で、軽量の素材を使ってものすごく軽く作ってあります。ノーズはロッカーが少し入ってて、まあ、ゲレンデから、あとはこう少し新雪と、まあ、ツリーランみたいなところも含めて、あと春にこうツアー、春雪とかでこう長い距離歩いたりするのに、まあ、向いてるモデルで、結構こう柔らかいし軽いんで、まあ、普段使いでシニアの方とか女性の方にもかなりおすすめできる。センターいくつでした？わかんないです。88です。はい、まあ、今日ちょっと乗ってもらおうかなと思うんですけど、はい、夏子さん、冬もこちらで働いてるんですよね。リフトにいらっしゃるんですか。はい、じゃあ、リフト乗れば会えるってことですね。そうです。はい、じゃあ皆さん、ぜひ夏子さんに会いに来てください。はい、夏子さん、はい、板どうでしたか。パッと履いてみて。めっちゃ軽くていいです。あ、軽い、はい、あ、よかったです。センターいくつでしたっけ。88。おお。じゃあちょっと今ゲレンデ滑ってもらったんで、次はもう少し不整地に行って、はい、まあどんな感じか、はい、夏子さん大丈夫ですか。はい、初めて入りますけど。夏子さん、はい、ちょっと今回、はい、170センチっていう長さで、まあ、女性には若干長いかなっていうのを持ってきてしまったんですけど、長いですか。いや、それが意外と問題なく滑れて、意外と問題ない。はい、170でも、まあ、女性でも170センチでも全然いけちゃう。さあ、今日夏子さんにいろんなシチュエーションで乗ってもらったんですけど、どうですかね、板。めっちゃいいです。めっちゃいいですか。乗りやすい。乗りやすい。
長さがこれが170センチ、はい、今日持ってきたんですけど、はい、違和感ないですね。あ、そんなに違和感なく、はいはい、数字見るとちょっとあれと思う、うん、まあ、あのすごいライトなんで、はい、軽いんでその辺も、まあ、長さも感じにくいかなと思います。はい、はい、いろいろこう場所もあちこち行けますかね。行けますね。行けます。私今日初めて入りました、あんなコースは。あ、あの木の中。あ、そうです。あ、本当です。はい、普通に滑ってましたね。気持ち悪い滑り方で。いやいや気持ち良さそうな滑りしましたよ。まあ僕も実際乗ってみたんですけど、あのとにかく軽いで、あとこうたわみもねすごい出しやすいんで、こう新雪なんか行った時にはその無理してこう体重をグッと乗せなくても板がたわんでくれるんで、あのものすごい軽快で楽ちんですね。センター88なんで思いっきり降った時はちょっと足りないかなと思うんですけど、まあなかなかシーズン中ねそんなに思いっきり降るタイミングも少ないんで、この辺りでゲレンデも含めて春なんかはね雪が落ち着いたら山にこれで登ってもらうっていう感じの滑り方すごいいいかなと思いますんで、おすすめでいきます。じゃあ今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。